はいどうもお疲れ様です塾の久保ですすの今日は12月13日朝6時の相場解説になりますけどもデイリーの方から見てまいりましょうデイリーねこれ三角形を書くっていう,こうお話をしたと思いますここを頂点にしてこんな感じでね三角形みたいになっていくんではなかろうかというところでございます まあでもここで上昇して跳ねたんで、こっから下がるかどうかって問題です。まあここは上昇したんですけど、やっぱり跳ねましたんでね。まあこれを流れを組むようでしたら、あこのまま円高の方向に進むことが考えられます。ただし FOMC が近々ありますので、もうね、今日とか、もう今日の深夜とか、明日あたりから影響出ると思いますよ。そういうことを加味するとね、えー、今までの理論の理屈が通用するかどうかっていうのは、ちょっとね、慎重にならざるを得ないというところでございます。えー、ただ、 右肩、下がりになってるのは右肩下がりになってますので、えー、冷やしの方はね、そのように考えていけばいいんじゃないかなと思います。じゃあ4時間の方を見ていきます。4時間ではもうね、うん、なんですか、価格が W を描いているところが見えるわけですよ、こうやって。W をね。で、ここから、もしかしたらこのネックラインを越えて、ズバーンと上に抜けていく。W ってのは右辺が強いですから、ここもおそらく抜けることになると思います。こういう風うな図が見えるときに、 デイリーと4時間でもうね、あのー、右肩上がりと右肩下がりで差ができちゃってるんですよだからこういう状態を難しいって言うんですよ同じねデイリーが、えー、右肩上がりデイリーがですよ右肩上がりで4時間でも右肩上がり1時間でも右肩上がりだったらバイデン取りしてほとんど負けることがないですこれはよく覚えておいてくださいセルの時もそうですよ冷やしが右肩下がり4時間が右肩下がり その時に1時間右肩下がりだった時にセルで負けることはほとんどないですからね。これを基本にしといてください。はい。じゃあ1時間の方を見ていきます。さあ、今日はどうすればいいんでしょうか。今日はどうすればいいかと言いますと、レンジオプションを組む時に考えるのが、こことここ。もう何回もやってますよね。で、えー、こういう風にレンジオプションの箱をくぐると、ブレイクしてるわけなんですよ。ここをね。ブレイクしてるんだけども、ここで今折れ曲がってるところが、このヒゲ先に該当するわけなんですよ。 だから、ヒゲ先っていうことはね、下の方に下がる圧力があるわけなんですよ。だから、これ圧力で下がってるとも思いますけども、どっかで反発して、ここ抜くかもしれないですよ。N を書いてね。というのが、ここからの勢いで来てますから。N を書いて、さらに、このポイントをブレイクして上の方に行く。つまりはセルの方向に向かう可能性があります。今日午前中はそこを見極めていくってところですよね。まあ、ですので、137円の800あたりを上昇して上抜けていったら、これはエントリーする価値は十分にあります。 ただしこのままずるずると下がっていくようでしたら、今度はね、こちらの上帝、つまり137の325を目指してセルの方を植えていくってことになりますよね。まあそういった形で準備しておきましょう。うん、現在のところは以上です。じゃあ、また後ほど。